高松市で開催される G7 都市大臣会合の日程が来年7月7日から9日までと決まり、香川県は推進協議会を立ち上げました。推進協議会は県内の自治体や経済団体などおよそ50の団体で構成され、都市大臣会合の開催に向けた準備やサポートを担います。今日設立総会が開かれ、会合の開催日程が来年7月7日から9日までの3日間に決まったことが報告されました。また期間中に歓迎レセプションなどの関連行事や屋島や商店街の視察など香川の魅力発信の催しを行うことを決めました。都市大臣会合は主要7カ国や国際機関の代表が参加し、持続可能な都市の発展に向けた政策の在り方を議論するもので、香川のイメージの向上や観光振興にも期待が寄せられています。瀬戸内海と都市というのをしっかりとこの世界の方々に印象付けられるような、そういう会合にしたいというふうに思います。推進協議会では今後官民一体となって開催の機運盛り上げに努めるとしています。